アフターエフェクツを英語版で起動する方法ですが、とっても簡単です。今のところ英語版は使わないよという人も、今回の設定をしておくといつでも切り替えられるようになるので、一緒に設定していきましょう。まず今日本語のアフターエフェクツが立ち上がってます。一旦アフターエフェクツを閉じます。 Windows の方はメモ帳を開いてください。メモの内容は空っぽでいいです。このまま名前をつけて保存をします。ファイルから名前をつけて保存を押します。ファイル名ですが、 ae_force_english.text とつけてください。このファイル名が重要なので、間違いないように入力してください。保存場所はドキュメントの直下に保存してください。これで ae_force_english.text というファイルがドキュメントに保存されました。この状態でアフターエフェクツを起動してみましょう。アフターエフェクツを英語版で起動することができました。表示が英語になっているのがわかります。メニューとかも表記が英語になっています。 Mac をお使いの方はメモ帳の代わりにテキストエディットのファイルを使って ae_force_english.text という名前で書類の直下に同じように保存してください。では日本語版に戻すには、一度 AE を閉じます。このドキュメントに保存したテキストファイルを削除してしまってもいいんですけど、また英語版に切り替えることがあるでしょうから、ファイル名を ae_force_english.text から変更してください。何でもいいです。私の場合、頭にアンダーバーを追加して名前を変更します。これで名前が変わったので、このファイルは認識されなくなり、この状態で AE を起動すれば日本語版の AE が起動します。起動してみましょう。このように日本語版の AE が起動されているのがわかります。なのでこの場合、頭に入っているアンダーバーを消すか入れるかで、英語版と日本語版を簡単に切り替えることができます。アフターエフェクツを英語版で使用するメリットは、エラーが少なくなるという点です。 AE が海外のソフトなので、あくまで英語版の起動が標準仕様となります。今後 AE の機能を拡張していくときに、プラグインを導入すると思いますが、プラグインも海外で開発されているものが多いので、英語版で使用するように作られています。なので英語版はエラーが少ないです。日本語版ではエラーで正常に使えないプラグインもあります。さらに英語版で作成された AEP ファイルでエクスプレッションを使用した場合、日本語版で開くとエラーが出るケースが多いです。参照しているパラメーター名の言語が違うためにエクスプレッションエラーが出ることが多いです。これを直すには、エクスプレッションの記述を日本語名に直していくか、 AE を英語版で起動するかですが、今回紹介した AE を英語版で起動する方が簡単で確実な方法といえます。基本的に英語版で作成された AEP ファイルは英語版で開くようにした方がいいです。それでは今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。